はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回はですね、信長の野望レプーデンをプレイしていきたいと思っています。で、信長の野望はここまで、もちろん最新作の戦国理史伝、それからもうすぐ発売になる大志もプレイをしていくんですが、それと並行してですね、過去に発売されていたものもプレイしようということで、ここまで小勢力まで進めてきていました。で、今回はその小勢力の次にあたるレプーデンですね、こちらの方をプレイをしていきたいと思っています。で、一応1991年に発売されていたもので、当初 PS ビータでプレイしようかなと思っていたんですけども、視聴者の方からですね、 Steam 版が最近発売されましたよというのを教えていただいたので、今回はですね Steam 版でプレイをしていきたいと思っています。まあ、やっぱりね、 PS ビータよりも大きな画面でプレイした方が信長の野望は情報量が多いので、あとね、画面もちょっと細々しますんで見やすいかなというところもあるので、まあSteam 版でパソコン版でプレイできるっていうのは純粋に嬉しいですよね。今ちょっとオープニングを見ていただいていますけども、その間に今回の、まあ、プレイですね、どういった形でしていくかというところもお話ししながら先に進めていきましょう。まずですね、今回プレイしていくのは、この過去の作品全部やろう企画の中では毎回信長を選んでいて、シナリオがいくつかあるものに関しては桶狭間合戦を行っています。桶狭間の戦いですね。なので今回もシナリオ1番、1560年5月桶狭間合戦を選んでいきたいと思っています。で、クリア条件なんですけども、一つは本能寺の変が起きる、でもう一つが本能寺の変の年になる、でもう一つが本能寺の変と、まあ、本能寺の変が起きた時と同じ信長の領土まで拡大できたらそこで一旦クリアという形で次の、作品に進めさせていただいていますので、まあ、今回も同じような形にさせていただこうと思っています。なので桶狭間合戦を選んで、信長を選びましょう。皆が新しき世を求めているということですね。なので、まあ、この信長を選びます。で、一応シナリオの方はですね、桶狭間の戦い皆さんよくご存知だと思うんですが、まあ、簡単にさらっと、いつ果てることなく打ち続く戦乱ということで、室町幕府の力の弱体ぶりと、あとはもう当然このシナリオのメインにもなっている桶狭間の戦いについての記述ということで、義元が駿河遠江三河に動員令を発し4万の兵を集め、尾張を駆逐しようとしていたということになっています。では信長を選んでプレイの方を開始していきましょう。で、ちょっとここがですね少し早いです。なのでちょっと読み上げていると追いつかないので、このあたりのシナリオをじっくり見たい方はですね、YouTube の方の再生速度を少し遅くしていただくか、出ている吹き出しのところで一旦停止していただくかっていうのをしていただいた方がいいかなと思います。なのでまずはこちらの桶狭間の戦いのシナリオを見ていきましょう。ではもちろん出陣するかですが、出陣しないの選択肢はないと思いますので出陣しましょう。
ここは定勝とちょっと年を取りすぎている感のある数松ですね。滝川数松、この身長後期かなんかの記述によると、この最初に吉本に組みついた小平太は、まあ、うっかり指を吉本の口の中に入れてしまって指を食いちぎられてしまったらしいですよね。でその後今出てきている新助が最後吉本にとどめを刺したと。さあこれで吉本が打ち取られたというところになります。まあ、ちなみに今年の大河ドラマ女上司直虎の中ではこの桶狭間の戦いはね、もう描かれることなく終わってましたけども、次の大河ドラマ、西郷どんでしたっけ、これもね少し楽しみなんですよね。まだキャストとかはね全然確認してないんですが、さあではでは、ここからですねプレイアブルフェーズに入っていきますので、しっかりプレイの方していきましょうか。あとはマップをね少し出しておきましょうか。今ご覧いただいているのが中地図ということで、全国の各国のって言った方がいいのかな、治めている大名の絵面になります。あとは小地図を出しておくと、まあ、これでねあの場所が変えられるんですが、少しね変えづらいというのがあるので、これもあんまり使わないかなというところですね。でコマンド系のところはいろいろあるんですが、基本的には城単位でコマンドを出していくものになってますんで、そこもそれで、プレイの方はできるかなと思います。では早速ですねプレイの方していきましょう。で今ちょっとぐちょぐちょ動いちゃってますけども、やっぱり小地図を出しましょう。少し動かしづらい。さあこれでいいかな。でまずは拠点、持ってる拠点ですね、清須に名古屋、それに犬山の3つの城、これが信長の領になってますね、信長領です。では早速なんですけども、もうチャカ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 やっていきましょう。まあ、何はともあれ内政ですね。で内政のコマンドなんですが、結構便利で、武将をバッと選んでいってですね、あとは順番だけ決めてあげれば基本的には何でもやってくれるっていうね。まあ、何のおっちゃいってなると思うんで実際にお見せしましょう。武将はちょっと待ってくださいね、秀吉とかは逆に下げとくか。知略の高い武将はこの後別のもので使いたいというのもあるので、知望が高い武将は逆に使わずにおきましょう。正勝も使わずにおいてだ。刑事とかは逆に内政で使っちゃいましょう。まあ、こんなもんでいいかな。で、何がいいかっていうとですね、まず田畑であれば田畑ということで、この中で選べちゃうんですよね。例えばなんですが、まあ、ここに田畑、ここも川沿いなんで田畑みたいな形で作っておいて、その後町も作りたいよねってなったら同じ武将にそのままお願いできちゃうんですね。これね結構便利なんですよ。で辺境の地には
村を建てましょうと。まあ、こういうことができるのがとても便利でプレイしやすいところになりますね。そうすると、まあ、時間はかかるんですが、作業期間7ヶ月でお金が1800かかるんですが、もうあとここまでは自動でやってくれるというのですごく便利です。途中途中でね、まあこまごまやっていくっていう場合にはもちろん小分けにすることもできます。でこれと同じことを名古屋城でもやりましょう。で委任はですね、本城単位でやりますんで、基本的には本城が出来上がらないと、うん、本城が複数ある状態じゃないとできないかなというところですね。ここも地防でちょっと一旦クリアして、庭長秀だけ残して、あとはここもまあ町づくりに、田畑づくりに勤しんでもらいましょうか。おっと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 、さあこんなところでいいですかね。でもう一つ犬以上も同じ要領でやってしまいましょう。で犬以上は武将の数がどれくらいいるんだ、結構いますね。常ちゃんとか吉成とかこっちにいますね。なので、ここも能力地防で相当かけてしまって、長近以外は全員作業に従事してもらいましょう。まあ、そんなに余裕がないですからね。さあこんなところでいいかな。で信長はというと軍団を率いて出陣しちゃいます。基本的にはもう全員出陣でいいでしょう。武将は5人で、総大将は信長で、兵は各院最大で、信長が1000、勝家が700で、以下5、6、数増、秀吉が500ずつですね。ここで兵は変えられるんですが、今鉄砲なんか61しか持ってないので、まあ、このまま足軽でいきましょう。でじゃあどこ攻めるのかというと長島城ですね。まあ、攻め取れるところはさっさと攻め取りましょうというところになります。でさっき内政に関してはもう指示を一通り出してありますんで、このまま合戦に進みます。で基本的にはですね、まあ、このマップでプレイをしていくんですけども、行動の順番とかもあんまり考えなくていいかなっていう感じですね。でまあ選んでは先に進みっていう形。なんでもある程度委任をねしてしまってもいいのかなというところにはなってきます。まあ、ただちょっと最初なんでね、どんな感じかっていうのを解説しながらプレイをしたいと思うので、もうしばらくはねこのままお付き合いください。でまずは何はともあれですね、城門を突破しないと話にならないので、城門の突破からになりますね。城門をガリガリ突破していきましょう。あ、まずはこの城壁に張り付くところからか。ちょっと信長が壊滅するとそこで終わってしまうんで、信長はここで本陣を立てておきましょうか。工作で柵を作って本陣を建てます。ここを本陣と定めましょう。で武装は
つどつど実は帰ろう。おお、鉄砲持ってるか。厄介だな。カズマスに関して言うとどうだろう。工作、いや、工作って感じじゃないよね。武装はここで、長槍か弓か変えられます。計略、どうかな。ちょっと今今美味しいものはなさそうだな。じゃあ勝家でまずは破壊で、破壊すると門の耐久力が14になりましたというふうに出てたと思うんですけど、まあ、これをねやっていく感じになります。で、コロクは壁越えができるんで壁越えをやっていきましょう。まあ失敗する可能性はもちろん多分にあるんですが、まあ今一歩で越えられそうなのじゃがということで越えられなかったですけどね。で、まあこれを繰り返していくということになります。ではターンを送っていっちゃいましょう。まあ、厄介なのが鉄砲隊かな。じゃあここも破壊工作をしていきましょう。これ多分壊れるんじゃないかな。壊れますよね。そしたら直接攻撃ができるようになるという感じになります。で、次のターンとかになると多分3人攻撃がで、おお、そうか、縄文の中に引っ込んじゃいましたね。では、ここまで来たら一旦委任をしていっちゃいましょうか。なので、まあ、基本的にはね、この今のや手動で動かした内容をコンピューターが勝手にガリガリやってくれる感じになります。いやー、鉄砲隊強いね、さすがに。まあ、計略はともかく、やっぱりこのレプーレに関して言うと、より兵力差を覆すのが難しくはなってるかなっていう印象がありますね。特にあの縄文が結構緩いんで、その割に防御側、守り側の攻撃力も低いので、小勢力に比べると兵力差がものを言うような感じになっているんじゃないかなと思います。仕上がりとしては。みんな着々と陣を築いてますね。まあ大将がやられると当然そこでその合戦は敗北という形になります。大将が変わって継続戦という感じにはならないので、結構ここは守りやすい城になってるな。小さいけど長島城はね。さあ、ただそんな敵対象の軍勢も残り13。これで長島城は落としましたということで、まあこれをねひたすら繰り返していくという感じになります。で、法領の処遇か。本勝ち斬首、逆らうものは徹底的に打ち取っていきましょう。では長島城から移動していきます。キオスに戻しましょうね。ちょっとこのターンでは行動済みになっているので、次のターンになりますかね。
では移動させていきましょう。で内政は済んでますんで先に進めます。で名古屋と犬山に関しては一通り依頼していた内容は終了になっていると。でここは浅井家のイベントになります。ちょっとここもね早いんで、皆さん少し再生スピードを止めていただくか、あるいは一旦止めてご覧いただければと思います。これで浅井と六角が完全に敵対関係へと移っていくということになりますね。なので、まあ、浅井と史実通り同盟を結んで六角を叩くっていうのが、まあ、一番簡単かなという感じですかね。さあでは今取った長島城なんですけども、兵4600入っているんだな。そしたらまずはこの4656をそのままここに寝かせておくのはもったいないので、まずは名古屋城から人を移動させましょう。誰を移動させるかだな。ここに、毛利と原田2人を派遣しましょう。でその上で、まあ、内政とあとは軍勢の移動もさせちゃいましょうね。そしたら今度は美濃攻めに取り掛かっていきましょう。で美濃攻めに必要な兵を輸送させましょうか。ここは原田直政に任せて、まあ、兵糧がちょっとと、あとは兵もそうだな4000ぐらいは輸送しちゃいましょう。で輸送が完了したので、この後じゃあ何をするかというと、調略を仕掛けていきましょう。まあ、美濃三人衆をね、引き入れていきましょうか。で、内容で、武将は秀頼にやらせるのなんてナンセンスなんで、切り替えて、やっぱりね、
視力の高い武将たちにやらせましょう。まずは信長自らっていうのもね微妙な気はするんですが、稲葉山城に入って、お稲葉山城入れないか、じゃあ大垣だな。大垣で美濃三人衆、まずは牧前ですね。何、牧前の調略は失敗したか。そうなると実際に美濃三人衆を口説き落としたとも言われている秀吉に行ってもらえますか。ここで半兵衛に、うわー無理か、半兵衛は無理。じゃあ牧前は、もう一回牧前見てみましょうか。無理か。で他は出払っちゃってんだよねきっと。一徹、安藤、森綱、この辺りのね美濃三人衆の残り二人がちょっとまだ入っていない感じがあるので、入っていないというのは城にね、なので一旦静観しちゃいましょう。そしたらまずはこの長島城も、開発していきましょうと思ったけどもう開発できない、他のレベルを上げるぐらいしかできないか、まあ、じゃあ無理に今やる必要はないね。では改めてもう一回調略ですね。内容、武将は秀吉、目標は美濃、一徹、一徹は願えるかな。ダメか、一徹もダメですね。しょうがない、そしたら一旦ここで諦めましょう。今川と斎藤が同盟か、厄介だな。で森綱はまだここでなんか畑仕事みたいなのしてるね。であればもうほっときましょう。ここは一気に城攻めにかかりましょう。まあ戦闘力の高い武将がねここでは欲しいので、戦闘力重視でいきましょうね。そうすると刑事、勝家、まあ、この辺りはねかなり頼りになりますね。やっぱりさらに利家、長安辺りも連れていくか。こんだけいればどうにかなるだろう。結構な兵力になってますもんね。じゃあこれで攻撃隊を発しましょう。で念には念をということで、一応ね常ちゃんと吉成を5詰めで出します。さあこれで稲葉山城が取れるかどうかだな。アザイと北畑も同盟か、まあ、各国みんな動きが盛んになってきている感じはありますね。では早速攻撃を仕掛けちゃいましょう。さあというところではあるんですが、時間が時間なので一旦ここで今回は終わりにして、次回この稲葉山城攻め、美濃攻めのところから、すぐにスタートしていきたいと思いますので、少し中途半端ではあるんですが一旦ここまでにさせてください。